小論文の過去問に何々という肯定な意見もあれば何々という否定的な意見もある、これら2つの観点からあなたの考えを述べよといった問題が出題されていたのですが、この場合どういった文の構成にすべきですかっていう相談なんですけれども、まあこれはですね、とりあえずどっちもあり得るとかっていうことを書くとまああまりよろしくないので、きちんと自分の意見を言ってください。まあどっちでもいいとは思うんですけれども、まあ自分の書きやすいやつでいいと思いますね。明らかにおかしなこと言ってるんだったらそれはまあ排除したらいいと思うんですけども、まあ、二つちゃんと項目があるということは、それなりに両方とも裏が取れるというか理屈が通りそうなことっていうのを書いてる場合っていうのが多いと思うので、で、まあ、自分の好きな方の意見をまあちゃんと説明していくってところでやればいいんですけれども、ここでやっぱ注意しなきゃいけないのは反対意見の方ですよね。反対意見を完全に論破しにかかるっていう風な人がいるんですけれども、そういう風なことをするのはあまりよろしくなくて、その反対意見っていうのを組み込んでどういうふうにその自分の意見っていうのをより高い次元に持っていくかっていうのをやっていってほしいんですね。まあざっくり構成的な話で言うんだったら、まず私は例えばじゃあ今回肯定的な意見の方に賛成ですと、でそれはこういうふうな理屈ですと、で確かに反対意見の観点としてこういったことが挙げられますねと、でこういった面ではこのまあ反対意見も理解できます、ただこれも踏まえて考えるとですね、この肯定的な意見っていうのがより発展的に解消されますよとか説明できますよっていう風なところで、まあ、相手のね論もちゃんと盛り込んでいく、これはねかなり大事な書き方になってくると思いますね。うん、まあそれこそ最近ってね某2チャンネルの元管理人さんとかの影響があるのかどうかわかんないですけど、論破ブームってめちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。で、まあ、相手をね完璧に言い負かすみたいな話とかっていうのをしたいっていう人が結構やっぱいたりするんですけど、あれってほとんど意味がないんですよね。で、まあ、世の中その完全に割り切れるような話っていうのもあれば、そうじゃないような部分っていうのもあって、むしろそっちの方が多いわけですよね。で、相手の意見を叩き潰すとかっていうのは、これって結局相手の話を聞かないっていうような話にもなってくるんですよね。で、小論文でそういう風な姿勢っていうのは非常によろしくなくて、結局それってただの押し付けですよねって話になっちゃうんですよ。まあどんだけ論が通ってたとしてもね。だから一応相手の立場も尊重するっていうのは意識しないといけませんね。まあ本当ディベートとかでもまあそうなんですけど、あまりにも一方的にボコボコにしすぎると逆にちょっと評価下がるとかっていうのがあったりするんですよね。でこれは小論文でも同じ話ですから、しっかりと相手のまあ意見を聞き入れると。でこれはもうちょっとメタ的な話をすると、その小論文っていうものが一体どういう次元のものかっていう、何を聞いてるのかっていう裏のところもちゃんと読まなきゃいけないっていうところがあって、しっかりと相手の意見を聞けますかっていうところも聞いてるわけですよね。いいですかね、ちょっと難しいこと言ってるかもしれませんけど、結局のところですね、やっぱり対話っていうのが必要ですよと、まあ、いわゆるコミュ力ですよね。小論文とか、まあ、こういったものっていうのは全然そんな小論コミュ力とか関係ないよねみたいな感じするかもしれませんけれども、試験問題っていうのも全てコミュニケーションっていうのが、その問題を出してる側とのねコミュニケーションとかが取れないと、やっぱりしっかり点数取っていくっていうのは難しい部分だったりするので、そこら辺はしっかりと両方の意見っていうのを踏まえた上で、ただ単純にまあそのどっちもあるよねみたいな感じでぼんやり言うんではなくて、自分の意見を言うっていうのは大事なので、そこは意識をしておいてくださいね。